すげ、熊根神社。あと、水の神様が祀られています。それでは、早速行ってみたいと思います。鳥居から結構距離がありますね。うん。網が張ってありますね。鳥さんが中に入らないように。到着しました。それでは中に入ってみたいと思います。わあ、すごい広いですね。めっちゃ。回ればこんな感じになってます。かなり広いですね。というか、めっちゃ綺麗ですね。よし、ぶれないようにちょっとそーっと。とか毎回本当に言ってますが、毎回言ってますが、絶対ブレてます。なので、そーっとそーっと。いや、ほんとね、めっちゃ綺麗。おお、この神社あれなんですね。重要文化財なんや。というかね、それよりもこっちの方が気になります。キノコがめっちゃ入ってます。キノコがね、めちゃくちゃ入ってます。下の方にもいっぱいキノコが入ってます。こっちにも。いっぱい生えてるわ、キノコが。すげえ。すげえわ。はぁ、あ。いや、ほんとね、綺麗。綺麗な神社だな、ここは。うん、こちらの神社は、早秋津彦神と、天の御籠神と国の御籠神が祀られています。むちゃくちゃ噛んじゃいましたが、聞き取れましたかね。天の御籠神です。早秋津彦神と天の御籠神と国の御籠神が祀られています。うん、ここもね、六芒星になってますね。御籠大明神。今日は超ポカポカで、めっちゃ気持ちいいですわ。お、あそこに鳥居ですかね。あれも鳥居かな。なんかでもあのタイプの
鳥居というか、まあ、初めて見たかも。なんかいいですね、うん、いやこちらの神社はかなりおすすめですよ本当に。場所はかなり山の中にありますが、ぜひとも皆さん来てみてください。いやめっちゃいいわこの神社本当。よいしょ、ぶれないように。階段はね、階段登るときはかなりぶれます。ぶれますよ。あそこに見えるのが御本殿ですね。本当ね、この神社めっちゃ綺麗。何度も見ますが、すごく綺麗ですよ。よいしょ。白の下、なんて書いてるかな。ちょっと読めない。大神。わあ、この御神木ね、めっちゃでかい。どこまである、すごい。ちょっと見にくいな、画質がというか曇ってるから、ちょっとね、日がさせへんかったら画質がね落ちるな。すごいな、高いな。皆さん、最後まで見てくださってありがとうございます。次回もまた、どっかいいとこ見つけていきたいと思います。あと、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それでは、次回もお楽しみに。またねー。